花火ひたすら花火ゆうきまおみのポッドキャスミー。はい、今週の花火事情、この1週間花火はやったかどうか。いやいや、やったでしょ。見たよ、神宮前花火大会の時に外苑前で高速降りたのさ撮影の帰りに そしたら大渋滞してました。で、ロケバスの窓から、あ、花火だ花火や、神宮前で花火大会やってっから混んでんだみたいな、最悪みたいなことを言ってました。すいません。見えたの？見えた。すごい、実は横浜で見た花火大会よりも近くで見えましたね。通っただけだけど、すごい近くにもいたみたいなね。手持ちの花火は、手持ちの花火ってなんだっけ。この夏の目標はさあ、花火大会の歴史について学ぶコーナーですけれどもね、そうそう、前回花火の歴史について学んだんですが、今回は花火大会の歴史ということで、はい、前回なぜ今みたいにみんなのための花火大会が始まったのか、そう、皆さんがすごく疑問に思っているあれですよ。それについて私調べてまいりました。図書館に5時間こもってね、すごい調べてきたから回答いきますよ。まあ正確には、え、何、暇みたいに思われる。そうですね、暇じゃない、時間をもう割いて割いて行ってきたんだから。正確にはみんなのためだけの花火にはまだなっていない。ほう、どういうこと？え、どういうこと？花火大会の大会の名の通り競技会であり、花火師と花火制作会社スポンサーのチームがその大会で優勝を目指して戦うわけです。だって初めて知ったマジこれすごいっすね。いやー、知らなかった。だってみんなが見るために花火大会ってやってると思ったら、その花火師が競うためにあるんですか？だからオリンピックでも、100m 走を見てみんなうわーって喜んでるのと同じだよ。はは、同じなんだ。毎年どこが優勝とかそういうの出るの？出てる出てる。何々市が作った花火がみたいな。玉屋が、鍵屋が。はぁー。で、やっぱその玉にも名前がついてるんでしょ？そのなんか、昇竜とか、いろいろね。なんとかギク。なるほど。じゃあどうですか、こう花火が大好きな皆さん、その大会で優勝を目指して戦ってみては。手持ち花火。花火や、花火制作会社に入社して。